ポロポは、インドネシアのスラウェシ島の南スラウェシ州の都市、州で3番目に大きい、市になる前は、ルーケンのケントだった。1620年頃、ルー王国の2代目のアブドーラ・マハデン王によってポロポは設立された。彼は、以前ルー王国の宮殿があったマランテに埋葬された。彼の墓は、マジャパヒト式の花が掘られたが、 1950年代のカヘルミューザクカールの反乱で破壊され、今は何も残っていない。ポロポがマラン家より優れていたことは、セコロンコンダニのトラジャ族と貿易ができることだった。ポロポは、坂のふもとにあり、曲がりくねった道が、高知地方に続いている。19世紀後期、貿易の中心は、コーヒーと奴隷だった。高知の川からは金も得られた。後期には、 ダンマルゴムが重要な輸出品だった。1905年にオランダがスラウェシ島南部を征服する以前のポロポのことはあまりわかっていない。西洋人で唯一ポロポについて記録を残したジェイムズ・ブルックは1830年代は寂しい街で約300個の家が散在し荒れていたと述べた。ポロポにはスラウェシ南部で最古のモスクがある。 アブドーラ王の時代にレンガと白サンゴで建てられ、三段の屋根は古代オーストロネシア人の宇宙を表す。19世紀に修復した胸が石踏みに残っている。王墓は北の六越にあり、ピラミッド型の領墓には17世紀から20世紀の王が眠っている。ありがとうございます。